にちは。女優、モデル、歌手として活動している熊野真美です。今日はうちのバッグの中身を紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずはこれ、おいしんぼの96巻です。96巻にはうちの推しキャラおこぼしさんがメインになっているページが多いので、気持ちを高めるためにいつも持ち歩くようにしています。この79ページ目はお気に入りです。そしてこのポーチの中には任天堂 DS ライトとオイルサーディンが入っとるんです。ほんまは生のサーモンを常備しておきたいんですけど、バッグに入れていたら腐ってしまうんで、オイルサーディンの缶詰で我慢しています。女子力アップのために買いました。多岐にわたる複雑な恋愛パターンを学んだりしているんですよ。それからこれはめっちゃ大事、木工用ボンドです。うちはクマとしてたまに野生的なエネルギーが覚醒してしまうことがあって、すぐに物を壊してしまうんです。でもボンドがあれば大概のものは修理できるんで便利ですね。ボンドは絶対に手放せません。これは昨日亀有香取神社にデートへ行った時に買った両津勘吉さんの絵馬です。お部屋に飾ろうかなと思っています。あとは幽遊白書の桑原一馬のお人形です。これとして持ってるんですよ。これで除霊対策はバッチリかなと思っております。これがうちのバッグの中身です。9月ということで夏の終わりにふさわしい女子力高めのアイテムがたくさん入ってる感じです。よかったらおしゃれなレディーを目指している皆さん